今回は J1 第3節の横浜 F ・マリノス対サンフレッチェ広島について話していきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。この試合先制点を奪ったサンフレッチェ広島なんですけど、この試合のポイントとしてリスクとリターンの管理っていうのがあったんじゃないかなと思いました。故に前半の8分ぐらいまではしっかりとサンフレッチェ広島はリスクとリターンを考えてリターンを得ることができていましたし、そこから10分過ぎから25分ぐらいまではリスクを受けてしまっていましたし、で25分からしっかりと修正を加えてリスクとリターンを管理した感じはありました。かなり挑戦的なプレッシングを行っていましたし、マリノスもマリノスでその人の管理の仕方っていうのも本当に上手くて、やっぱマリノス強いなっていうのを再び感じる一戦だったんじゃないかなと僕は感じました。では最初にリターンを得れていたサンフレッチェ広島のプレッシングについては話していこうと思うんですけど、これはやっぱ慣れるまでにいかにしてゴールを奪うかっていうのが一つのポイントで、先制点を奪ったのは本当に良かったなと思いましたし、そこから2点3点と奪えればサンフレッチェ広島の今季初勝利はつかめたんじゃないかなと思うようなプレッシングでした。これは前節のアルビレックス新潟戦後半のものと同じプレッシングを行っていました。基本的にセンターバックの角田選手と畑中選手にはピエロス選手とベンカリファー選手で、ウィングバックは松原選手と長戸選手に出ていく形をとっていましたし、でマリノスの一人のキープレイヤーが西村選手なんですけど、この西村選手にはしっかり野津田選手がついていく形を作り出していました。だから西村選手がこういう風に流れていったとしても野津田選手がしっかりとついていっていましたし、まあ、これが後ほどそのリスクを負ってしまう、リスクを受けてしまう形になるんですけど、ここをしっかりと潰しきるっていうのは本当に大切だと思いましたし、野津田選手がこの試合攻撃であんまり出てこなかったのは西村選手についていって、でそこで例えばポジトラになった時に本来いるべき場所にいなかったっていうのが一つ保持の局面で、攻撃の局面で野津田選手があまり目立たなかったことなんじゃないかなと思いました。まあ、お互いに西村選手と野津田選手が攻撃のダイナモと言える人たちが消えている状況での試合だったんですけど、このリスクと、ここでもリスクとリターンの話なんですけど、ここのリターンを得れていたのは確実に、サンフレッチェ広島でした。例えばですけど、角田選手がボールを持った時に、もうベンカリファー選手もしっかりとプレッシングをかけていましたし、で、ピエロス選手はもう一森選手、ゴールキーパーをしっかりと見れるような立ち位置をとっていました。で、ここのセンターバックに対して、思いっきりプレッシングをかけていくんで、本来行うこういう長戸選手だったり、エイブル選手だったり、渡辺選手の旋回をする時間をしっかりと潰しきって、ここで留まらせることができていたんで、三田選手もしっかりと出ていくことができていましたし、で、三田選手が出ていくことができれば、エイブル選手が降りてくるんですけど、そこには塩谷選手がガツンと出ていくことで、ここでボールを回収すること、で、渡辺選手がこういう風に寄ってくれば、森島選手がついていっていましたし、木田選手がこういう風に寄っていけば、河村選手がこういう風についていくことがかなり多くなっていました。だからこそ、ここでボールを奪うことが多くありましたし、もちろんここでガチャガチャーってなって、ここでボールを奪ったことで、奪い切ったことで、先制点をサンフレッチェ広島は奪うことができていましたし、で、さっきも言った西村選手がこういう風に流れていくことで、本来ならば、ここに長いボールを蹴って、チャンスをマリノスは作り出すことができるんですけど、ここにもしっかり野津田選手がついていくことで、本当に人を意識して、で、なおかつ、相手の動く時間だったり、判断する時間を奪い切っていたんで、サンフレッチェ広島は、マリノスがしっかり、対応しきる前、慣れる前に先制点を奪えたことっていうことで、かなり大きなリターンを得ることっていうのができていました。このプレッシングをしっかりとかけ切った、やり切ったことで、先制点を奪えたと思いますし、何度も言いますけど、2点3点奪い切るだけの強さが、サンフレッチェ広島には今季今なくて、まずここをうまく改善してあげたり、まあ、どのようにしてゴールを奪っていくかっていうことを詰め切ると、もっと上の順位に行けるとは思いますし、本当に方向性は僕は間違ってないなとは、この試合も改めて感じました。はい。で、これが10分とか、まあ、正確に言うと8分ぐらいまではこのプレッシングを行っていたんですけど、先制点を奪ったこともあって、少しミドルプレスに、切り替えていました。で、このミドルプレスが割ときつくなっていて、なんできつくなっていたかっていうことについてを話していこうと思うんですけど、これはもう確実にマリノスがめちゃめちゃうまいっていうのがあるんですが、ミドルプレスにした時にサンフレッチェ広島はピエロス選手が
ピエロス選手とベンカリファー選手がしっかりこのセンターハーフを意識する形を作り出します。で当然松原選手には東選手が出ていく形を取るんですけど、まあ、この時にどのようにしてプレッシングのスイッチが入るかっていうと、例えばですけどベンカリファー選手が渡辺選手を捕まえた時にピエロス選手が出ていく形を取ります。そうすると木田選手がここに入ってくるんですけど、ここには河村選手が入ってきて、松原選手に対しては東選手はこういう風にジャンプしていくんで、井上選手には佐々木選手がついていくんですけど、ここで問題だったのが、西村選手がやっぱりとてもいい選手で、西村選手がこういう風に走った時に野津田選手が西村選手についていくんですけど、ここのボールの動かしていく中で、逆の渡辺選手がここまで入ってきた時にベンカリファー選手の管理外に出てきて、ここで渡辺選手がボールを受けることっていうのが多くあって、これがまあプレッシングをかけた時のトレードオフだとは僕は思うんですけど、まあ、ここでボールを受けられた時に結構きつくなってしまっていて、でベンカリファー選手がここまで下がってきてしまうと、逆の角田選手がボールを持つようになるんで、この角田選手がボールを持った時に彼のボールの持ち出しっていうのは本当に上手くて、でここから現にこっち側でボールを動かして逆に持ってった時にエウベル選手の背後へのパスでサンフレッチェ広島は失点をしてしまったんですけど、まあ、エウベル選手の抜け出しと角田選手のパスは若干タイミングずれましたが、エウベル選手のランニングがねスピードがいかんせんとてもとても速くて、なんかずるいなとは思いましたし、角田選手のパスだったりこの持ち運びだったりっていうのは引きつけてからしっかり出せますし、まあ、ここも本当にうざってーなーって思いながら僕は見させていただきました。まあ、これをずっと行っていく中でサンフレッチェ広島はかなり苦しくなって失点をして、で3センターバック脇っていうのを本当に強襲されてしまっていたんですけど、でそうするとだんだん全体が下がってきてしまって攻撃にも出れない状況になっていたんで、25分過ぎぐらいからしっかりとリスクとリターンの管理を行っていました。この修正を行ったことでサンフレッチェ広島は試合を落ち着かせることっていうのがある程度できたんじゃないかなと思います。どのようにしてそれを行ったかっていうと、この木田選手と渡辺選手に対してはもう森島選手と川島選手がしっかりとマンツーマンでつく形、まあ、ハイプレスと同様の形を作り出していました。まあ、だからこそ西村選手はここを開けたとしてもここに入ってくる選手に対してもしっかりと、マークをつけているの でなおかつセンターバックに対しても、プレッシングをかけて牽制もしくは圧力をかけていますので、ウィングバックがサイドバックに対しても出やすくなっていましたし、3センターバック脇の強襲をされた時にどうしても退陣になってしまうんですが、ここから届けるボールだったりここから届けるボールっていうのは近くにすべて人がいるので、技術的なところで精度を下げることができたり、でなおかつ塩谷選手だったり佐々木選手が狙ってウイングとの1対1に入ることができていたんで、で彼らは対人がめっぽう強くて、特に塩谷選手なんかはエウベル選手に1回も抜かれなかったんじゃないかなっていうぐらいこの試合対人で勝ち切っていましたし、だからこそ横浜 F マリノスも前進が若干ずれたりだとかミスが出たりだとか少しずつズレが起きていたんじゃないかなと思いました。その中でもやっぱさっきも言ったマリノスは管理外に出ること、あとマーカーのズレを生み出すことっていうのが本当にうまくて、サンフレの選手たちはマークの受け渡しを身振り手振りでみんながちゃんとこの試合は行っていて本当に好印象でしたし、ピエロス選手もベンカリファー選手もしっかりと戻ってそれを行いながら前半を1対1で折り返していました。はい。で後半に入ってからはさほど試合の展開は変わらなかったんですけど、プレッシングをかけていく中でサンフレはエネルギーを割と後半に注いでいたなっていうのは感じました。前半は、まあ、3つのフェーズがあったと思うんですけど、10分までのハイプレッシングで25分までのミドルプレッシング、リスクケアをうまくできなかったんですけど、25分から前半終了までの時間はしっかりとリスクヘッジをしながら、まあ、リターンも得ることはあまり少なかったんですけど、しっかり試合を落ち着かして、まあ、自分たちの体力だったりをコントロールしながら前半を折り返していたのかなと思いました。でこれが後半しっかりエネルギーを持って前に出れた要因になっていたと思いますし、まあ、その自分たちの時間を意図的にどのようにして作っていくかっていうのを開幕戦の動画でも触れさせていただいたんですけど、そこもしっかりと行えているんじゃないかなと思います。まあ、試合全体を見た時に自分たちの時間っていうのがやっぱりありますし、その自分たちの時間で決めきることができなかったっていうのは本当にこれから
改善していかなければならないことだなとは思いました。はい。で、マリノスはそこをしっかりと決めきることができますし、まあ、この試合はサンフレがしっかり押し返すことができていたんで、1対1っていう結果には終わったんですけど、まあ、攻撃と、マリノスの攻撃と、サンフレッチェのプレッシングについては、まあ、このような僕の中の感想はあったかなと思います。はい。で、問題は、やっぱり保持の局面なのかなと僕は思いました。サンフレに対して、やっぱマリノスは後ろ向きを作るのが本当に上手なんで、まあ、こればっかりは、どこのチームも、やっぱ苦戦していくんですけど、まあ、この森島選手がいることによって大きくビルドアップのところはスムーズに進めることができるんですけど、まあ、このセンターバックの持ち出しが少ないことっていうのは少し気になるなとは思いましたし、ですが森島選手が降りてくること、もしくは河村選手が降りてくること、森島選手が降りてきた方が前進がスムーズに行えるんですけど、その中でこのベンカリファー選手とピエロス選手の役割がはっきりしているなっていうのはとても感じました。特にベンカリファー選手と東選手のセットはやっぱり相性が良くて、ベンカリファ選手が流れてくることで、まあ、松原選手をしっかり止めといて、東選手で一つポイントが作れることができるよっていうのは、本当に大きな、メリットだと思いますし、まあ、このベンカリファ選手が止めることで、河村選手のこういう抜け出しっていうのも促すことができますし、この抜け出しがある中で、そうすると奥を取れて、で、奥を取った時にピエロス選手と三田選手がしっかりと、クロスに入っていくことっていうのもできるようにはなっていると思いますけど、その森島選手がいなかった時、後半からは東選手に代わって七選手になった時の、前進の方法の少なさだったり、まあ、どのようにして前進をしていくかっていうのは、今期の課題になっていくんじゃないかなと思いました。まあ、この試合は西村選手と野津田選手、ここで野津田選手が消されてしまっていた、一つポイントになる選手が消されてしまっていたっていうのも、あるとは思いますけど、どのようにしてライン間を使いながらこのベンカリファー選手だったりを流した時にウィングバックで起点を作れるかっていうのは一つポイントだと思いますし、後半の途中から三田選手とピエロ選手が2トップになって中野選手がウィングバックに入った時にはやっぱり三田選手は中野選手でしっかりとこういうランニングだったり、対面で多分抜くドリブルっていうのはあんまり得意じゃないんですけど、このライン間で受けて、バイタルで受けて、ずらしてシュートだったり、ずらしてパスっていう技術だったりは、本当に一級品で非凡なものがありますので、ピエロス選手と三田選手、もしくはピエロス選手とベンカリファー選手っていうこのセットは本当にいいんじゃないかなと思いました。それぞれが、止めて、で、ピエロス選手がしっかりとフィニッシャーになっていくっていう形もいいと思いますし、で、そうすると、三田選手が内側にいることによって、ウィングバックからこういう奥のパスを引き出すことができますし、当然森島選手も河村選手も走ることができるんで、まあ、このような形で攻撃を仕掛けていけばいいんですけど、そこでウィングバックをどのようにしてフリーにしていくかっていうのはこれから詰めていかなければならないところなんじゃないかなと思いました。東選手の方はベンカリファー選手がしっかり止めれていたんでよかったなと思ったんですけど、右側三田選手の方は森島選手が出ていった時には三田選手が、不利になるんですけど、まあ、ここの役割は逆にしてほしいなっていうのは個人的な意見で、まあ、誰をどのようにしてどこに配置していくかっていうその個人戦術のところは、本当に昨季から積み上げてきているものですけど、まあ、そこの役割分担っていうのをしっかりともうちょっと詰めてほしいなっていうのが僕の正直な印象でした。はい。ですけどその開幕戦アルビレックス戦の前半と比べるとやっぱりアルビレックス戦の後半とこの試合っていうのは本当に試合全体を通してリスクとリターンの管理をできていましたし、意図して自分たちの時間を作ることができていたんで1対1っていう結果でしたけど、本当に僕はポジティブに捉えていいんじゃないかなと思うような一戦でした。はい。当然昨年はね0対3で負けてしまって悔しい思いをしましたけど、今季1対1まで持ってこれたっていうのは本当に大きな大きな進歩だと思いますし、もしかすると勝てない時間は長くなるかもしれませんが、しっかりポジティブな面に目を向けて、で、確実にこれを続けていけば勝ちはおのずとついてくると思うんで、しっかりとこれからもサンフレッチェ広島を応援していこうかなと思います。はい。本当にマリノスは強くて手強かったですし、魅力的なサッカーをマリノスもするなっていうのは本当に感じる一戦でした。はい。対戦ありがとうございました。マリノスさん、また次はホームでなんとかして勝ちます。その時はよろしくお願いいたします。はい。
本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。